パイレーツのポール・スキーンズ投手は17日、敵地で行われたカブス戦に先発登板し、6回無安打無失点でメジャー初勝利を挙げた。試合開始から7者連続三振を奪うなど、11奪三振で無安打のまま降板。2023年ドラフト全体1位の怪物が、デビュー2戦目ですでに別格の雰囲気を醸し出している。ルイジアナ州立大では二刀流として活躍し、ドジャースの大谷翔平投手のメジャー初年度、エンゼルスでの本拠地初登板を見届けたほどの大ファン。デビュー前から10年に一人の逸材として注目を集め、メジャー初登板では球団最速となる 101.9 マイル、約164キロをマーク。噂をも上回る実力を発揮している。圧巻のピッチングだった。3A の成績も含め、間違いなく怪物。また大谷のライバルが出てくるのか。ライバル何人おるんや。ダイジェストで見ただけだけど、速球はボールがコップしているように見えて球質に関しては大谷よりいいかも。これからは対戦打者の研究をどれだけできるかも大投手になれるかの分岐点になりそう。エース級が送り出してる今シーズンでもこんな投手がデビューしてくるんだから MLB はすごいね。デビュー2戦目の今日はストレートの威力、変化球のキレなどズバ抜けており、カブス打線は手も足も出なかった。ベース前で急激に変化するんだが、あれ打てるんかい。嫉妬を待つしかないだろ。素晴らしい投球内容だったが、やはりあれだけの剛腕となると怪我が怖い。速球投手の宿命である肘を中心とした長期離脱するような故障があっても立ち直れるかが大投手へなれるかの鍵になるかな。連続三振中も笑顔を見せていたのが印象的だった。走者と交錯しそうになった時も紳士的な対応で優しい人なんだろうなと思った。スクロックの中で剛球投手が壊れないことを願うだけだ。2年継続できればランディ・ジョンソンやバーランダーのような投手になるかも。それでも怪我は怖いよな。